あれ？一つ足りないわね。義母がそう言うと、義妹がここにあるわよと言って私の前の寿司を取っていった。それを受け取った義母が、あったあった、よかったと一安心。え、それ私のですけど。私は慌てて立ち上がってそう言った。それを見て義母と義妹は楽しそうに笑った。何言ってるの？これは家族と親戚だけのもの。他人には裾分けしないのよ。私の名前は遥か、35歳の主婦だ。夫の慎太郎とは結婚して3年になる。私たちの出会いは5年前に遡る。ある日、友人のバーベキューパーティーに参加した私は慎太郎と同じグループにいた。彼は主催者の幼なじみで、私は招待された友人の一人だった。初めて会った瞬間から慎太郎の明るくて親しみやすい性格に惹かれた。パーティーの間、私たちはバーベキューの準備を手伝いながら、共通の趣味や好きな音楽について話し、すぐに意気投合。パーティーが終わった後、慎太郎はまた会いたいと言ってくれて、私たちは連絡先を交換した。初めてのデートは地元のフットサルコートだった。スポーツに興味があった私たちは一緒にフットサルを楽しみ、その後カフェでお互いの好きなスポーツやアクティビティについて話し合い、自然と会話が弾んだ。その後も何度かデートを重ねるうちに、私たちの関係は深まっていった。交際が始まってから1年後、慎太郎はこれからもずっと一緒にいたいとプロポーズしてくれた。彼の真剣な言葉に感動し、私は涙ながらに、はいと答えた。その後、両家の親に挨拶をし、順調に結婚の準備を進めた。私たちの結婚式は親しい友人と家族だけを招いた小さなものだったが、とても温かい雰囲気に包まれた素晴らしい日だった。しかし、結婚してから幸せになると思っていた私の予想は外れてしまった。というのも、とある問題があったのだ。え、これどうしたの？ああ、母さんが買ってきたんだよ。はるかも気に入るだろうって。へえ。夫が義母からもらったのはよくわからないデザインの置物だ。義母はよく海外旅行に行くらしく、その度に現地のものをお土産として買ってくるらしい。なぜ私にこんな変な置物を買ってきたのかわからない。正直言ってセンスがないと思う。私は言葉に詰まってしまった。どうしたんだ？母さんがはるかのために買ってきてくれたんだぞ。もうちょっと喜びなよ。失礼だろ。ごめん。ちょっと驚いちゃって。私にまでお土産をくれるんだって。私がそうごまかすと、夫はニコッと笑った。あんだ、そういうことか。そんなに喜んでくれて、母さんも嬉しいだろうよ。母さんに伝えておくね。そう返事をしながら、私はこの置物をどうしようか考えていた。こんな変なもの、どこにも飾りたくない。私はしれっと物置部屋にそれをしまい、夫に何も言われなければそのままにしておくことにした。慎太郎はあまりインテリアとか内装について気にしないタイプなので、明日になれば忘れるだろう。案の定、私が飾らなくても彼は何も言わなかった。というより、気づいていない様子だった。私はほっとしながら、日々の日常に戻った。しかし、問題はすぐにまたやってくる。母さん、今月はポルトガルに行ってきたんだって。それでこれ、はるかにお土産だってさ。え？お土産と聞いて、私は嫌な予感がした。夫は厚紙に包まれたゴロンとした塊を持っている。夫に手渡されて包みを開けると、そこには前回と似たような変な置物が出てきた。またか。
どうしてこうも変なものばかり義母はお土産に買ってくるのだろうか。よかったな、はるか。母さんは本当に優しいな。慎太郎は何も分かっていないようで、私が喜んでいると思っている。さすがに2連続でこんなものをもらうのも嫌だったので、私ははっきりと言った。ごめん、正直言って置物をこんなにもらっても困るわ。それだったら何か食べ物とかを私たち2人にくれる方がありがたいわ。え？慎太郎は私の発言に驚いていた。それってちょっと失礼じゃないか。ごめんなさい。でもお母さんに無駄なお金を使わせたくないの。それなら私たちみんなが幸せになれる選択がいいと思うの。だから今度からは置物じゃなくてお菓子とかそういうものでいいわ。今までよりももっと安くていいし。あ、そうか。じゃあ母さんに伝えてみるよ。夫は私の意見を聞いてくれて納得してくれた。これでやっと落ち着くかな。そう思っていたのだが、私の考えは甘かった。困ったことに夫は義母に対しこれっぽっちも反抗しない人だった。本人曰く、子供の頃から母親には逆らえないらしい。義母は別に怒ると怖いわけでも手が出るわけでもない。嫁の私からすると、夫が義母の何をそんなに恐れているのかさっぱりわからないが、子供の頃から染みついた感覚のようだ。いらないものをいらないということさえ夫にとっては母親への反抗なのだから、頭の痛い話なのだろう。夫は伝えておくと言っていたのに、数ヶ月後に義母からまた私に対して変な置物のお土産が届いた。ねえ、どうしてまたこういうのをもらったの？私いらないってはっきり言ったよね。仕方ないだろ。母さんだって嬉しそうに渡してきたんだよ。ありがたくもらっておけよ。夫はあろうことか逆ギレをしてきた。本当にこの点に関してはダメだ。母親に言い返せないということだけ目をつぶれば、夫はいい旦那だと思う。優しいし、酒も飲まなければギャンブルもしない。もちろん、女遊びもしなかった。記念日にはちょっと高めのレストランに連れて行ってくれるし、誕生日の日には有名な洋菓子店のケーキと花束を用意してくれる。休みの日には家事も積極的に手伝ってくれている。私が風邪で高熱を出した時なんて、バンズ看病をしてくれたことだってあった。だが、人は誰しも欠点の一つや二つあるもの。そう思って私は夫と義母の関係も、私が間に入りながら徐々に流れを変えていけたらと思っていた。しかし、結婚して初めてお盆を迎えた時に、とある出来事が起きた。義実家で法事があり、夕方には親戚も交えて宴会が開かれたのだが、あれこれ料理の手伝いをしていると、夫の苦手なトマトサラダが用意されていることに気づいた。お母さん、このトマトサラダ、慎太郎さんの分だけ出さなくてもいいですか？え？どうして？私の問いかけに不思議そうな顔をする義母。息子の好き嫌いを把握していないのだろうか。実の母親に息子の苦手なものを嫁から伝えるってすごく嫌なんだけどな。そう思いつつも、自分から言い出したことなので仕方ない。慎太郎さん、トマト苦手じゃないですか。だが私の発言に、またも義母はキョトンとした。何言ってるの？あの子はトマト大好きよ。え？そんなはずは。何か勘違いしてるんじゃない？とりあえず時間ないから早くそれ配って。はい。私は義母に言われるがまま、夫にトマトサラダを配った。案の定、夫はそのサラダを見た瞬間、顔を引きつらせた。やっぱり嫌いだよね。勘違いじゃないよね。付き合い始めに行ったレストランでトマトサラダが出た時に、メニューの写真だとパプリカだと思ったのにって落胆してたし、その後も夫がトマトを残す姿を何度も見ている。
だから我が家でもトマトを使った料理は NG にしているくらいなのだ。義母は夫の嫌いな食べ物を把握していないのか。あれだけ言いなりの息子なのに好みも把握されていないなんてちょっとかわいそう。そんなことを思っていたら、みんなの酒が進み宴会がにぎわってきても夫はトマトサラダにさっぱり手をつけていなかった。やっぱりなと、その様子を見ていると夫の皿を見た義母が声をかけた。あらあら、好物だから最後にしてるのね。子供の頃から変わらないわね。夫は一瞬驚いた顔をして、その後すぐに困ったような表情になり、最後には無理に笑顔を作った。うん、母さんのトマトサラダ大好物だからさ、久しぶりに食べられるのが嬉しくて最後まで残してたんだ。は？何を言ってるんだこの人は。引きつった夫の口元から出てきた嘘に私は驚いた。夫はそんな私の驚きを知ってか知らずか、無理やりフォークでトマトをまとめ取りし、一気に口へ運ぶ。まずい顔をしていたが、咀嚼している感じはないので、ほとんど丸飲みだろう。ドレッシングをかなりかけていたので、ちょっとは食べやすくなっているのだろうが、それでもあんな顔をするあたり、よっぽどトマトが嫌いなのだろう。夫はそのまま同じ動作をもう一度行って、結局皿の中身を二口で食べ終えた。とても好物を味わう動作ではない。あれは嫌いなものを出されて無理やり食べる子供と同じだ。その証拠に食べ終えた後の顔も真っ青なままである。ほら、はるかさん、慎太郎はトマトが大好きでしょ。そう言ってドヤ顔で肌をふんと鳴らす義母。これは夫も悪いな。好き嫌いはちゃんと伝えておかなきゃダメだろう。私は夫にアイコンタクトをした。本心を話すよう促したかったのだ。これは反抗ではないし、夫にとっても自分の好みを知ってもらういい機会になると思ったのだ。しかし物事はそんなにうまくいかない。夫は私の視線に気づき、私が見ている意味も理解した顔をしていた。だがそれでも義母の前では嘘をついた。俺、トマト好物だから帰省のタイミングで美味しいのが食べられてラッキーだったな。そう言って青い顔のまま笑顔を作る夫。義母も満足げに微笑み、ダメじゃない、はるかさん、夫の好みくらい知っておかなきゃと私を上から目線でたしなめた。いや、でもあなたトマトが嫌いって前に言ってたじゃない、と私が夫に切り返すと、それってはるかさんのお料理が美味しくなかったからじゃないの、と義母に真顔で返された。私と義母は決して不仲ではないことを前置きしておく。ただ義母は心に思ったことを直接言うタイプだ。私のウェディングドレス姿を見て、なんだその安っぽいドレスは、と発言し祖父を怒らせるほどだった。確かに悪意はないが、トラブルを引き起こす傾向がある。近所の人ともしばしば人間関係のトラブルがあるそうだ。彼女は他人の感情に鈍感で、何で怒ってるのと問いかけるが、それが逆に人を不快にさせがちだ。正直そういう義母は少し苦手だ。私の料理をまずいという彼女の言葉も、悪気はないにせよ空気を悪くする。私は苦笑いで返すしかなかった。分かってもいないのに余計なことを言わないでほしい。申し訳ないけど、私がこの子の母だからね。好みは私が一番よく知っているわ。確かにそうですね。ごめんなさい。どうしてこんな雰囲気なの？ものすごく気まずい。私が意地悪しているかのように見えるのは嫌だ。ああ、疲れる。義母とは友好関係にはない。少なくとも今は。これから友好的になれるかもしれないが、義母の言葉には敵意が感じられた。私の発言が気に入らなかったのか、もっと魅力的な嫁が欲しかったのか、それともその両方か。
とにかく義母との関係は悪化してしまった。まさかこんな事態になるとは思いもしなかった。慎太郎が不自然な嘘をつかなければこんなことにはならなかったのに、本当に腹が立つ。一方、夫は義母の勧めに従ってトマトサラダのおかわりを受け取っていた。おかわりをするほどなら、もしかすると私の誤解だけで実は好きなのかもしれない。考えれば考えるほどイライラするだけだと思い、その日のことは忘れることにした。数日後、会社の同僚が実家の農場から送ってきた大量のトマトを配っていた。夫の好き嫌いがはっきりしていない中、どうするかと一瞬悩んだが、周りが喜んで受け取っているのを見て、私だけ断るわけにもいかない。私自身はトマトが好きだし、それにどれも美味しそうだった。このようないい野菜をもらわない手はないと思い、喜んでそのトマトを持ち帰り、夕食に使うことにした。家に帰って夕食に出すと、うわ、トマトかよ、なんで出すんだ、と夫が怒鳴った。普段の温和な彼とは思えないほどだ。同僚からもらってきたんだよ。この間好物って言ってたじゃない。それは嘘だ。わかるだろう。お前嫌がらせをしてきてるのか。そんな言い方する必要ないでしょ。嫌なら食べなくてもいい。念のため他の料理を多めに用意してあるし。というか、やっぱり嫌いだったのね。それじゃあなんであの時好物じゃないって言わなかったの？母さんが悲しむからだよ。でも最終的には私がダメ嫁みたいに言われて、私が傷つくのは構わないの？いや、お前が余計なことを言うから悪いんだろ。私はあなたがトマトを絶対に食べられないと言ってたから避けようとしたんだよ。その気遣いすら余計なこと扱いされるの？実際、まずそうに食べてたじゃない。いろいろあって精神的に疲れ果てていた私は気づけば涙がこぼれていた。それを見た夫はためらいながら、もうこの話はやめようと提案した。やめるんじゃなくて、これからお母さんとどう付き合っていくか、もっと建設的に考えた方がいいと思うけど。これまで私は夫に自分の気持ちをはっきりと伝えてきた。女性がよく言う察してほしいという態度は一切取らないようにしている。しかし、はっきり伝えても伝えなくても変わらない結果ばかりだ。肝心なところで見て見ぬふりをされ続けている。そしてあのお盆の時からというもの、旅行のお土産だけではなく、なぜか義母の家のいらないものまで送られてくるようになった。どうやらあの一件で私が一気に嫌いになったらしい義母は、私が着ないような義母のお風呂の衣類をたくさん送ってきたり、さらにはその中に生ゴミを混ぜてくるなどの嫌がらせをするようになった。ひどい時はビニール袋いっぱいにゴミが入っている。下の方にちょこっとだけお下がりの靴が入っていたが、生ゴミの汁が染みているのでとても使える状態ではない。要するに全部ゴミだ。あのさ、これもうゴミってわかるよね。匂いだってすごいじゃん。なんで素直に持ち帰ったの？私の問いかけに目をそらす夫。迷惑なことは迷惑っていうのは犯行じゃないんだよ。なんでそんなに言いなりなの？だって、母さんに嫌われたくないし、何より善意だから。こんなの善意じゃないでしょ。どこをどう見たって嫌がらせじゃない。思わず声を荒げると夫は黙り込んだままうつむいてしまった。反論さえしてこない。悪いけど、それは自分で分別して捨ててね。毎回毎回生ゴミと衣類の分別するの、もう疲れた。わかったよ。最近私が夫に辛辣な言葉を投げかけるようになったのは、彼が母親に立ち向かえない理由が明らかになったからだ。実際大した理由ではなかった。単純に怒られるのが怖いだけだった。義母に虐げられている今、彼女に逆らうと陰湿な報復を受けそうな気がしている。だけど、大人になっても母親を恐れるなんて異常だ。夫の感覚はどうやら子供のまま成長していないらしい。愛情が冷めてきたのも無理はない。それからしばらくして年の瀬が近づいてきた。
また帰省の時期だ。義実家へ行くのは正直避けたいが、行かなければ逃げたと言われそうで、そんな風に思われるのは嫌だ。仕方なく夫と一緒に義実家へと向かった。あら、はるかさん、久しぶりね。お久しぶりです、お母さん。寒くなりましたが、お体の調子はいかがですか？元気でやってるわよ。それは何よりです。義母の表情は笑っているが、目は笑っていない。私も無理に笑顔を作るので、どうしても表情が引きつる。会話を聞けば良好な嫁姑のようだが、実際はバチバチの状態だ。そこへ、あれ、お姉さんだ、と手を振りながら義妹のサエがやってきた。久しぶり、サエちゃん。おめでとう。赤ちゃんが生まれたんだってね。うん、ありがとう。この帰省もやむおやつだった。サエとは1年以上会っていなくて、彼女は妊娠が原因で体調を崩していた。昨年の年末も今年のお盆も欠席していた。そして今回、出産祝いも兼ねて帰ってきたわけだ。親戚が集まっている中、嫁の私が参加しないわけにはいかない。ちょうどいいわ、はるかさん。この子ちょっと見てて。そう言って、赤ん坊を私の腕に押し付けるさえ。え、ちょっと待って。私子育て経験ないから。そんなの見よう見真似でいいから。それは無理よ。さえちゃんがやるべきでしょ。自分の子供なんだから。私の反論に夫が割って入る。せっかく実家に帰ってきてるんだから、少しは子育てから解放してやるよ。子育ては親の責任よ。他人に任せるくらいなら子供は産まない方がいいわ。私は間違ったことは言っていないのに、さえはお姉さん冷たいわ、と不服そうに膨れっ面をする。この女は人に優しくできないのかと義母が舌打ちする。え、私が悪いの。それなら自分で面倒を見るべきだと思うが、誰も自分でやるとは言わない。見栄を張りながら実際は責任を押し付け合っているだけだ。子供は産んだこともないし、他人の子供を預かるほどのスキルもないので申し訳ないけど無理です。大人として一応謝罪の言葉を加えた。しかし、サイと義母はひどいとこそこそ話し、夫はもう少し柔軟になれと言う。言いなりになるか、そんな要求を無視するのが正解だ。それじゃあ、はるかさん、ちょっとお酒を買ってきてくれる？わかりました。地方ならではの習慣かもしれないが、親戚が到着する順に酒盛りが始まっていった。酒好きの義父も加わり、騒ぎ始める。お盆には最後に義父が泥酔してフラフラになったのを夫が寝かせたことがあるので少し心配だった。それでも酒を買いに行ったが、戻ってくると玄関の扉が閉まっていた。ノブを回しても鍵がかかっている様子だ。通常は親戚が続々と来るため、鍵はかけずに開けっぱなしにしてあるはずだったが、私は鍵を持っていなかった。仕方なくインターホンを鳴らす。すみません、はるかです、と言ってもすぐに通話が切られた。何度鳴らしても誰も出ない。まさかと思いながら外で騒いでいれば誰かが気づくだろうと思い、玄関の扉を叩きながら開けて、と叫んだ。手が痛くなるまで叩いたが、ようやく親戚の一人が気づいてくれて、ようやく中に入れた。あら、おかえり、はるかさん。ずいぶんと遅かったわね。それに外は寒かったでしょ？義母はあからさまにニヤニヤしていた。寒かったでしょう、だって、そんなの当たり前だ。雪の中で10分も締め出されたんだから寒かったですよ。インターホンを鳴らしたんですが。あら、聞こえなかったわ。私も聞こえなかったわね、お母さん。困ったわね。義母とサエが首をかしげながら言う。そのわざとらしい態度から、これが二人の共謀だと分かった。夫は状況を理解しているようで、私と目を合わせようとしない。みんなで私を無視している。全員が腹を抱えて笑う中、私は怒りに震えていた。さあ皆さん、待望の出前が到着しましたよ。
まるで何事もなかったかのように切り替え、はしゃぎ出す義母。はい、お寿司よ。義母がそう言うと、義妹もテンションが最高潮になった。ああ、すごいね。今日は特別に15万円の特上寿司を注文しましたよ。義父の一言に親戚一同が盛り上がる。心ここにあらずながら、私もその高級寿司で気を紛らわせることにした。どうせ義実家の金だ、思いっきり楽しむことにしよう。だがそう決めていたところ、寿司が一皿足りないことに気がついた。あれ、一つ足りないわね。義母がそう言うと、義妹がここにあるわよと言って、私の前の寿司を取っていった。それを受け取った義母が、あったあった、よかったと一安心。え、それ私のですけど。私は慌てて立ち上がってそう言った。それを見て義母と義妹は楽しそうに笑った。何言ってるの？これは家族と親戚だけのもの。他人には裾分けしないのよ。そう言って子供のようにはしゃいでいる。これは何かの冗談か、ごんも平然とされると食事を抜かれたことがかえって子供じみた意地悪に思えてくる。そしてそれでも腹が立つ。大人がたくさん集まっているが、みんな平気でいられるのか。思わず声を荒げそうになったその瞬間、義父が突然笑い出した。あっ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 。そうやってゲラゲラと笑う義父。え、お父さん大丈夫ですか？どうしたの？ちょっと飲みすぎじゃないの？私たちも驚いて声をかける。ああ、笑った笑った。いや、お前たちの言ってることがあまりにもおかしくて、笑いが止まらなかったんだ。義父はそう言って膝をたたいてまた笑った。え？私たちの話が面白いって？キョトンとする義母たち。ほら見ろ、お前はこんなことになってるんだぞ。そう言って義父は手に持っていた紙を義妹に渡した。その瞬間、義妹と義母の表情が凍った。え？何これ、離婚届？どういうこと？これはな、今朝、ミツル君から送られてきたんだ。同封されていた手紙には、お前に離婚を切り出したって書いてあるぞ。ちょっと待ってよ、それ本当？義妹が驚いて声を上げ、夫や他の親戚も驚いていた。妊娠中にお前は、ミツル君をひどく怒鳴りつけて理不尽に当たっていたそうだな。もう怖い妻は嫌だって言ってるぞ。え？ミツルさんがそんなことを？ああ、手紙にはそう書いてあるよ。そう言って、義父はミツルさんからの手紙を義妹に見せた。一連のやりとりで義父が意外としっかりしていることに、私は内心驚いていた。夜遅くに帰ってくるように強要して定時で帰ってくるのを拒む。たくさんの買い物を命じる。そしてそれらに従わなかったり、少しでもミスをすれば暴言を吐いて人格否定をする。そりゃ、夫も愛想をつかすわな。義父の言葉に顔を真っ赤にする義妹。何よ、お父さんには関係ないでしょ。夫婦のことに口出さないで。誰も口出されないまま反省しなかったから、こうやって離婚届が我が家に届く羽目になってるんだろうが。出産祝いなのに一緒に帰省してもらえなかったのもそういうことだろう。それは、ミツル君はお仕事で帰省できないってあんた言ってたじゃないの。嘘をつかれていたの？それとももともと険悪だったの？狼狽する義妹に追い打ちをかけるように、悪気のない義母が真実を暴露しようとする。今それは言わない方がいいぞと思っていたら、もう放っておいてよ、そういうのうざいよと義妹が叫んだ。夫婦仲が良くなかったから一緒に帰省してもらえなかったの。わざわざ言わせないで。家の中がシーンと静まり返った。誰も何も突っ込めそうにない。しかし義母が空気を読まずにこう言った。サエが旦那に見切りをつけられてるってのは分かったけど、私はあなたと順風満帆円満な家庭を築いてるじゃない。目を丸くしながら義父に尋ねる義母。すると義父は再び爆笑した。何がおかしいのよ。
いや、もうそこまで自分のことが見えてないとはな。むしろ清々しいよ。なんですって？お前、はるかさんに不要なもんを押し付けるのはやめろって私が何回言ってもやめなかったよな。まあ慎太郎が持って帰るんだから迷惑ではないでしょう。服ならまだしも、ゴミまで押し付けるのはどうかと思うぞ。慎太郎が拒まないから私のせいじゃないわよ。はあ、お前ならそう言うと思ったよ。お前のそういうところを見るたびに日に日に女性として見えなくなっていくんだ。じゃあ私が何に見えるっていうの？はあ、妖怪がな。ちょっとどういうことよ。これは仲のいい夫婦の軽い喧嘩にも見えるが、実際二人とも真剣そのものだ。本当なら妻には家で笑顔でいてほしいんだ。でもお前の笑顔はいつも作り物みたいで不自然じゃないか。ちょっとなんて言い方するのよ。義父の言葉に義母が激怒するが、私は内心で義父に同意せずにいられなかった。義母のこれまでの行動を目の当たりにしていた親戚たちもそうだねとうなずきながら義父に納得の目を向けている。男たちはね、癒されたいのさ。決して癒やしい振る舞いを見たいわけじゃないんだ。その言葉を聞いた瞬間、義母の顔が赤くなった。誰が癒やしいってと怒鳴る。俺はこの後、老い先短い人生、妖怪鬼ババアと暮らすのはごめんだから、離婚してくれないか。離婚？そんなバカなことは言わないでちょうだい。義母が抗議する。しかし義父はふっと笑った。はるかさんが辛い思いをしてるのを楽しんでいたようだが、まさか自分が辛い思いをするとは思わなかっただろうな。確かに母さん本当にやりすぎだよ。はるか、ごめんね。そう言って私の背中を軽く叩きながら謝る夫。急にどうしたのかと思うほど軽い調子だった。もっと母さんにははっきり言うべきだったよ。二人が仲良くなるチャンスを潰さないようにいろいろとはっきり言えなかったんだ。でも俺情けないな。本当にごめん。どうにかしてこれまでの出来事を忘れさせたいみたいだ。それまで母親に逆らいたくなかったと言っていたのに、今さら何を言っているんだと思う。多分親戚が誰一人義母の味方をしなかったから、夫も流れを読んで義母を支持し続けるわけにはいかないと判断したのだろう。そう、私の味方してくれるんだ。そう言って私が微笑むと、もちろんだよ、俺は夫だからね、いつも妻のために何でもするつもりさ、もっと頼ってほしい、と言った。その割には私が寿司を取られた時、何も言ってくれなかったよね。それはごめん、タイミングを測ってたんだ。いつもお母さんの言うがままにゴミを持ち帰ってきて私がやめろと言ってもやめなかったのもタイミングを測ってたの？そうそう、そんなこと気にしないで、ほら、君の寿司ここにあるよ。さ、みんなも食べようよ。いいえ、結構よ。え？私は他人なので、その寿司を食べる権利はありませんから。そう言ってにっこり微笑む私。夫は驚いた顔で私を見つめる。おいおい、母さんの言葉を根に持ってるの？他人なんて、そんな言い方。違うよ、あなたにはっきりと言ったの。これから私たちは他人になる、離婚するって言ってるのよ。すると直後に義父が大声で笑い出した。あはは、これはいいね。みんなで離婚、離婚フェスティバル開催。そうやって大はしゃぎする義父、明らかに酔っ払っている。母親の言いなりになるのも、立場が悪くなったら方向転換するのも、はっきりしないところももう耐えられない。もう愛想が尽きたわ。待って、はるか、落ち着いて。落ち着いているからこそ離婚だって言ってるの。私の結論は変わらないよ。それに別に今決めたわけじゃないし。え？それじゃあずっと離婚を考えてたの？ええ。私たちには子供もいないし、サクッと離婚してもいいじゃない。家に帰ったら離婚届があるから、それにサインして。嘘だろ？本当だよ。あなたが変わることを期待したけど、もう無理だってよくわかった。ダメなものはダメなんだよ。急にまともになったりしないってことだよね。
つい本音を漏らしてしまったせいか、夫は涙目になった。親戚と義父はよく行ったとスポーツ観戦でもしているかのように盛り上がっていた。よし、話もまとまったから寿司を食べよう。義父がそう提案した。唖然とする義母、逆ギレして出て行った義舞。部屋の隅でうずくまりながら泣いている夫以外のみんなで寿司を楽しく食べたのだった。その後、私と夫は結局宣言通りに離婚した。夫は何度もやり直すようにと言ったが、熟考の末に下した決断だったので、反論の余地を残さず離婚を進めた。義母も財産分与で揉めるかと思ったが、義父は速やかに離婚を済ませたかったらしく、何でも持っていけと一切反対せずに話を進めたらしい。結果的に義母は、私が間違っていたから財産分与など気にしなくていい、やり直そうと迫ってきたが、それも拒否し、ほとんど財産分与を行わないままにしたらしい。何とも言えない状況だ。義舞も離婚を止めることはできず、シングルマザーになったそうだ。その後も離婚が納得いかないと元夫を追いかけていたようだが、警察沙汰にならなければいいがと思う。私自身は離婚後、あの家族との縁を切っているため、詳細はわからない。しかし義舞が元夫への執着を強めていることを考えると、おそらく接近禁止命令くらいは出ているだろう。失恋したことへの未練が強く、日増しにその執着心が増しているように思える。離婚後、私は以前勤めていた会社を辞め、キャリアアップを図りながら同じ業界のもう少し上のレベルの会社に転職した。現在は独身のメリットを享受して仕事に打ち込んでいる。結婚生活中は仕事をセーブせざるを得なかったが、今はどんなに忙しくても自由に働ける。そのおかげで上司からは売上貢献を評価され、最近のボーナスも満足のいくものだった。新しい住まいにも引っ越し、一人の時間を充実させるため防音部屋も設けた。そこで好きな音楽を楽しんだり、映画を見たりしている。しばらく結婚はいいので、こうやって独り身の生活を楽しんでいきたいと思う。最後までご視聴ありがとうございます。もしよかったらチャンネル登録よろしくお願いいたします。では次の動画でお会いしましょう。